次に高井君。はい、国民民主党無所属クラブの高井でございます。今日も質問の機会いただきありがとうございます。まあ、大臣ご事情で立ったままですけども、まあ、先ほどから見てるともう立ったままですから答弁書も見ずにですね、答えられて、まあ、その形だと秘書官からのメモとかも入りませんから、まあ、私は素晴らしい今後のね政治の在り方、国会審議の在り方を率先してやっていただけるかなと、まあ、ぜひこういう形を今後を取り入れていけたらいいんじゃないかなと思いながら今見ておりました。今日はですね、私は岸本委員の代わりに質問させていただいてますが、岸本委員からですね、どうしても一問これ大臣確認してくれと言われているんで、まずその質問からいたします。河野大臣はですね、9月末までに希望する全員分のワクチンをもう確保したということを、まあ、常々公言されてますけれども、まあ、岸本委員の疑問はですね、これ希望する全員分といっても希望する人がどのくらいいるか分からないじゃないかと、まあ、3割なのか5割なのか8割なのか分からない中でですね、それを全員確保したというのはなんかちょっと矛盾しているというかおかしな、言い方ではないかと言っておりますけれども、いかがですか。河野大臣。対象となる方全員の分を確保できたということでございますから、もちろんその中には希望されない方がいらっしゃると思いますが、対象者全員の分を確保したということを、あの時申し上げたわけでございます。委員長。高井君。はい、分かりました、まあ、そう言っていただいた方がですね、おそらく国民の皆さんは分かりやすいかなと思いますので、お願いいたします。それでは次の質問に行きますが、ですね、私も非常にこのワクチンの、まあ、フェーズが変わったという話ありましたけれども、非常によく取り組みが進んでいるなと、まあ、もちろん河野大臣のリーダーシップ、まあ、あるいは菅総理のなんていうか、こう気迫もあるんでしょうけれども、やはり国民の皆さんが真面目だなとつくづく思います、これだけ整然と打たれてですね、進んでいる、まあ、もちろん自治体の努力というのもあると思いますけれども、まあ、そういった中でですね、昨日から職域接種の受付が開始されて、初日でもう400件以上ということで、大臣もかなり、順調というか、結構驚くほど集まったと言ってましたけど、私もですね、私のところにも何社かですね、もうぜひ早く打ちたいから、ただ情報があんまりないんだということで問い合わせがあったりして、まあ、驚く、私が予想する以上にですね、この企業接種進んでいくんじゃないかなという非常に期待があります。まあ、そういった中で、まあ、昨日ニュースウォッチ9 NHK でもやってたんですけども、まあ、成城大学ではですね、まあ、つまり医学部がない大学はですね、その打ち手がいないということで、まあ、なんか業者さんに頼んでるそうなんですけど、なんと9月まで、打ち手が見つからないと言って悩んでる姿が夜の9時のニュースでやってました。まあ、やっぱりね、これ、9月まで見つからないというのは、ちょっとさすがにひどいんじゃないかなと思いますし、あと企業の中でもやっぱり産業医がいないところ、まあ、あるいは中小企業なんかはどうするかという問題もありますけど、私は想像以上にですね、この企業が打ちたいというニーズがあると思います、そして次の質問にもつながるんですけど、企業が打つことによって、若い人たち、なかなか接種が進まないだろうと思った人たちにもですね、早く打てるというチャンスなんで、私はここをもう全面的に支援すべきだと思いますけれども、大臣いかがですか。ワクチンが潤沢に供給されるようになってまいりましたので、自治体ルートとは違うルートを設けて、接種をスピードアップさせていきたいというふうに思って、この職域に取り掛かったわけでございます。で、自治体で打ってくださっている医療従事者が剥がされてしまっては何もなりませんので、1000人以上の企業からと申し上げたのは、産業医がいらっしゃるということで、医療従事者をなるべく自前で確保できるところからということで、1000人以上の企業、それからまあ大学も想定してたように、やはり医学部のある大学が自前で打てるということで、手を挙げてきてくれているわけでございますが、医学部のない大学、これも萩生田文科大臣がなるべくなら夏休み中にこの学生に接種をして、次はオンラインじゃなくて対面で授業ができるようにしたいということをおっしゃっておりますから、医学部のない大学をどうするのか、それから中小企業が集まって、例えば商工会議所とか工業団地とか、あるいはさまざまな協同組合といったところで打ちたいという話も今来ております。なるべく今
大企業の取り組みの中で、協力会社とか取引先という枠組みで打ってくださいというお願いをしておりますが、当然そこに乗ってこないのもあると思いますので、次の段階として、どういう形で自治体の医療従事者を剥がすことなく対応することができるかというのを今検討しているところでございますので、なるべく早く次のスキームを確定をしてお知らせをしてまいりたいと思っております。高井君、これはぜひお願いします。本当に想像以上に企業は進むと思いますので、やっぱり打ち手、ずっとこれ、私厚労委員なんで、この後田村大臣にも申し上げようと思うんですけれども、やはりですね、医師会もね、さっき足立さんが言ってましたけど、まだまだ私は協力的じゃない部分もあると思ってます。それから制度上ですね、やはりその薬剤師であるとか、あるいはもう例えば医学部生とかですね、この6年生はもう研修なんかでやってるそうですから、こういったところに広げていくとかですね、やはりこういう非常な事態ですから、それもね、医師会が反対してるなんて声も聞くんですけど、そういうことは突破してですね、ぜひ田村大臣にもですね、河野大臣から、このワクチン接種するためにはもうとにかく打ち手なんだと、ここは本当に昨日の NHK のニュースが正しければ秋まで確保できないなんてことになれば、それは本当にもったいない話ですから、ぜひ、潜在看護師の話も含めてですね、対策をお願いいたします。それではですね、次はワクチン接種の進捗と感染防止の予測というのをですね、私はやっぱりやっていただきたいなと思うんです。で、これは東大の中田教授、准教授さんのモデルが非常に有名になってますけれども、ワクチン接種を1日100万回やればですね、8月には大丈夫だけども、1日50万回でとどまれば、8月には第5波が来て緊急事態宣言になると、そういうようなですね、やはりものを示していただくと、国民は、そうか、じゃあやっぱりワクチン接種、1日100万回やらないといけないんだなと、しかもやれば、このまま緊急事態宣言も解除されたまま、落ち着いていくんだなみたいな、やっぱりそういう何か目安があるとですね、やはり国民の皆さんも一生懸命頑張ろうという気になりますので、ぜひですね、なかなか政府として、そういうモデルを示すのの難しさも分かりますが、しかし政府が示すからこそ、やっぱり東大の一教授が示すんじゃなくて、政府が示すからこそ、国民の皆さんもそれを信頼して進んでいくというものがありますから、私はある程度、不確実があってもですね、思い切って示すべきじゃないかと考えますけれども、いかがですか。先ほど塩川委員からも似たようなご質問がございましたが、このワクチンを打つことによって、社会全体で集団免疫を獲得するという、説があるわけでございますが、それがじゃあ、どれぐらいの割合で集団免疫と言えるのか、あるいはそこに至るまでにどれぐらい打ったらどれぐらいの効果なのか、これはさまざまな説があろうかと思いますので、これは専門家の方が科学的に研究されてご判断されるものだというふうに思います。おそらく厚労省を中心に、そうした研究必要なら後押しをすることになるんだろうと思いますが、私としては、それを待ちながら、ワクチン接種のスピードアップに努力してまいりたいと思います。高井君。はい、それでは最後に一問聞きますが、やっぱり私、若い人の接種が鍵だと思ってまして、この方々がやっぱり若い人が感染も広げていきますし、また重症率も変異株では高いということですから、しかし私が聞く限りでは、若い人っていうのは全然やっぱり関心がないというか、打ちたくないという人が多い、中で、諸外国ではいろんなインセンティブをですね、メジャーリーグの観戦チケットとか、宝くじとかですね、そんなこともやってる国もあります、これ、自治体がやることかもしれませんが、やはり、国としてもですね、ぜひ自治体にこう示していくみたいなことはね、私はやった方がいいと思うのと、合わせて何度も言ってますけど、私はワクチンパスポート、これにですね、陰性証明書もくっつけてあげて、それを活用して、この若い人に、ワクチンを打っていただくインセンティブをつけるということはやるべきじゃないかと思いますけれども、いかがですか。委員おっしゃるように、この若い世代にどれだけワクチンを打っていただけるかというのは非常に重要で、そこに対する啓発活動、啓蒙活動というのは本当に真剣にやっていかなければいかんと思います。アメリカで宝くじとかですね、いろいろ考えているのは見て、日本でああいうのができるのかなと正直思ったりもしておりますが、どのようにやるのがいいのかということを含め、これは最終的には市区町村にお任せということだけでなく、国としても何か
やるのかやらないのか、あるいは啓発活動をどれだけやるのか、非常に大事なことでございますので、おそらく次のこのワクチン接種の課題はそこにあると思っておりますので、今からしっかり準備を始めていきたいと思っております。高井君、はい、ワクチンパスポートの件も含めてですね、多少の反対あると思いますけれども、ぜひ大臣のリーダーシップでそこは突破をしていくべき分野だと私は思いますので、ぜひリーダーシップを期待いたします。終わります。ありがとうございます。大臣どうぞ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。次に内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。この際お分かりいたします。本件調査のため本日政府参考人として内閣府宇宙開発戦略推進事務局長松尾武彦君及び外務省大臣官房審議官赤堀武君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案起草の件について議事を進めます。本件につきましては、河村武雄君ほか6名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、公明党、日本維新の会無所属の会、国民民主党無所属クラブの共同提案により、お手元に配布いたしておりますとおりの、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案の起草案を正案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。提出者から